それでは本日は2020年、12月の19日土曜日ですね。あと今年も10日余り、ね、皆さん、うがい、手洗い、ね、休憩、症状があれば出歩かない、そして、冬は加湿、加温、ね、換気をしてください。呼吸器疾患、冬場は増えますからね、新型コロナも呼吸器疾患ですから、それではですね、今日は当院の医療用レーザーということで、お話ししたいんですけども、まあね、もう何年もとか、もう10年以上、レーザー、脱毛レーザーもやってきてますけども、脱毛レーザーっていうのは、原理的にはもうこれ、レーザー光をね、こう当てて、ね、で、この、毛乳頭をやっつけるということになります。ね、で、毛乳頭を本当はやっつけたいんやけども、レーザー光が当てられるのはこの黒い色のところですよね。毛のところですよね。で、このレーザーっていうのも、市販のレーザーもあれば、エステ用のレーザーもあるし、ね、医療用のレーザーもある。3種類のレーザー光があって、いろいろと売られてますよね。で、レーザーの脱毛がいいって言われてるんだけども、これは基本的にここの黒色にレーザーが反応して、この黒色が、ね、破壊されるということになるんやけども、本来やっつけたいのはこの毛乳頭っていう黒い色の下、毛の生えるところですね。ここをやっつけても、毛抜きで毛抜いてると一緒なんで、ここをね、やけどでやっつけたい。それだけ、皮膚の組織を傷つける強い、レーザー光のエネルギーが出せるのは、まあ、医療用として許可されたものしかないということになるんですよね。だから、エステの脱毛なんかで、まあ、なんかやっても、毛は抜けて、弱くはなるけども、また、ね、生えてくるということになります。だから、医療用やと、まあ、当てた直後は、ね、これぐらいの反応がします。ね、で、またその反応が戻ってくるんですね。綺麗な皮膚になるということで、障害が起こらないように、ね、ステロイドを塗ったりとか、あと観察したりということになりますんで、レーザーもそういう強いエネルギー照射ができる、ね、医療用の脱毛器っていうんでなければ、永久脱毛というのは目指せない。なぜかというと、毛乳頭まで組織をやっつけるっていうのが、ここのね、この黒い色まではやっつけない。この毛乳頭っていう組織をやっつけて、ここね、毛の生える部分をなくすには、組織障害があるような機械を使わなければならない。ね、ヒゲなんかもこう綺麗に取りますよね。組織障害を使うような、機械を使わねばならないんだけども、それは医療用としての機械しか認められてないから。ね、だから、脇なんかでもこういうポツポツとこう綺麗になってくる。ここも当てると、こういう形に、ボツボツが出てきますけどね。あと綺麗になるという形なんで、ちょっと、最初はね、安いっていう形で、エステなんかに入られることもあるかもわかりませんけど、なかなか脱毛効率が悪いということになるんで、やはり、エネルギーの、エネルギー量の高い、そして、確実に組織、毛乳頭をやっつけられる、医療用レーザー。それはもう医療用レーザーですから、クリニックしかないんですよね。で、脱毛をするように、すると最終的には、まあ、お金もね、時間も安上がりになると思いますんで、最初の安さに飛びつかないようにして、レーザー脱毛をしてください、ね。レーザー脱毛するとかなり便利です。ね、ヒゲ剃りが、私もね、ここは脱毛してますけど、ヒゲ剃りがいらない。ね。で、かなり便利です。ね。女性の場合は脇が便利。で、最近流行りは、VIO 脱毛。ね。これはやっぱりね、やっぱ、その、40、50になって、介護を経験した人がね、その、自分の親の介護の時に、VIO の部分の怪我の処理がね、開業と同時に大変やった。ということで、VIO 脱毛を次の世代にね、迷惑かけないようにという形でもやってますんで、いろいろとね、脱毛っていうのは、永久脱毛っていうのは便利なことがありますんで、
ぜひ皆さんも、ね、医療用の脱毛器というのを選んで脱毛してください。それでは時間またね、閉じなします。ね、こう、2本の紐がありますよね。で、この紐、ここ見せておきますけど、ごちゃ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 としてると、結び目ができるんですよ。